こんにちは、マンダです。今日は船原さんのチャンネルに出演してくださってるヒデ君って実践者さん、ヒデ君はまあアンティークコインのビジネスをまあ僕が教えながら実践してくださってるプレイヤーなんですけど、今日は皆さんにまあ商品の管理の仕方、実際にヒデ君がどう管理してるかっていうのを見てもらいながら説明したいなと思ってます。はいはい、ヒデ君もなんかこう意見とかあったら全然言っていただきたいなと思うんですけど、分かりました。はい、ちょっとお話しさせていただきます。僕は eBay から仕入れて日本のヤフオクなんかで販売する、それね、 eBay 輸入っていう方法をねお伝えしてるんですけど、ヒデ君実際に eBay から仕入れてヤフオクで販売する、まあ彼の場合はアンティークコインだけど、こういう人ね、 eBay から仕入れてヤフオクで販売する、これやってる人にとってね、とっても重要な話だと僕は思うんですよ。一見ね、やっぱこの管理なんて地味に感じるかもしれないんだけど、実はねしっかりやっとかないと後々大変になるんですよ。ヒデ君ってやってくれてるの後々大変になるのが嫌だからっていうのももちろんありますよね。やっぱ分かんなくなるからね、実は大変になっちゃうことがあるので、例えばね結構売れてるなと思って、でも実は利益全然出てないとかね、そんなことになることもあるわけですね。ということで、まあ、今日は、まあ、先ほど言いました出品した商品の管理と、まあ、仕入れた商品の管理、ちょっとこれねまた別だと思うんですけど、まあ、ヒデ君がどうやってるのかっていうのをちょっとお聞きしながらやっていこうかなと思います。はい、まあ、僕のやり方、ヒデ君のやり方なので、人によってやってることがね、物販処方も違うから全然違ってもいいんですよね。やってることが違う人って違っても全然いいんです。ですけど、まあ、物販やってても絶対にね酒って取れないとこだと思うんですよね。頭の中だけで記憶してるとか、売れた結果だけで記録しておくっていうのはね、やっぱ消えてっちゃうんでね、なくなっちゃうから、きちんと残さないといけないかなと思います。最後までねご覧いただいて参考にしていただければと思います。じゃあ実際にヒデ君がどういう風にやってるかっていうのを、この PC 画面、まあここにも映ってるんですけど、一応画面をね録画してますから、そちら共有しながらやっていこうかなと思います。実際ヒデ君バーってこう書いてあったのを、まあちょっと撮影用に1個だけ残してもらうっていう感じで、今画面を共有していただいてるんですけど、あの青い四角とかそこに映ってるから、説明していただきたいんですけど、そういうふうに選択しながらここが何でっていう、ちょっと説明をしていただいてもいいですか。はい、分かりました。はい、で今、画面に映っているのが、実際に仕入れたコインの一覧です。でだから本当はここに並ぶってことね、その青い四角囲まれてるところの下にバーって商品名が並ぶってことですね。はい、この B 列が商品名、実際に仕入れた、eBay で購入したタイトルを入力していきます。はい、今は参考なので、まあ、1個だけ仕入れたっていうこととして進めていきますが、この場合で言うと2018年の、チャドアフリカの銀貨、まあ、商品名ですね。でヒデ君は eBay の出品タイトル、出品タイトルでやってる、それとも商品名自分で考えてやってます？eBay の出品タイトルをコピーしてきて、なるほどなるほど、コピーしてそこに貼ると、まあ仕入れた商品っていうことですね。あとでトレースできるっていうのが一番大事かなと思うんで、そこは、はい、同じにしてます。はい、で隣が C 列が、もしeBay で仕入れた場合は、一番頻繁に起こることなんで空欄にしてます。例えば直接取引とかでもし仮に仕入れられたら、その人のアドレスとか、メールアドレスとか連絡先とかをそこに入れるってことですね。はい、で eBay の場合は空にしてると。はい、はい、で次が購入日ですね。これはまあその通り購入した日付を購入してます。で E 列がまあ仕入れ値ですね。はい、いくらで仕入れましたっていうのが記載されてます。はい、円表示の方が僕は分かりやすいと思ってるので入力してますね。はいはい、ちなみに購入日っていうのは、まあ、カード決済した日ってこと、落札した日ってこと、カードの、まあ、イコールか、そうですね、カードの明細を見ないと金額載ってないので、その時の購入日。あ、なるほどなるほど、カード明細に記入されてるやつってことですね。はい、そうですね。はい、なので1日遅れで日本の日付よりも表示されることが多いですね。そしてその先は何かあるんですか。はい、その下に在庫の合計ってあるんですけど、これ今1個しかないので、9831円ってなってるんですけど、例えばこう1万円のもの何かもう一つ仕入れたとしたら、まあ、あ、なるほど、これもう本当バーって、これ一番下にあるやつね。あ、そうです、はい、本当はもっとバーってあるんですけど、じゃあまあいっぱいあって在庫の合計金額ですね。そうですね、合計金額、はい、これ1月末在庫っていうのは、まあ、先月末日にいくらありますっていうのを使うことが、税理士さんとかに聞かれることがあるので、一応書いてます。じゃあこれは今月の表ってことね。あ、そうです、はい、で先月分っていうのは前にもう1枚バーって書いてあって、そこから繰り越したやつをここに書くってことですね。はい、在庫金額ですね。はい、それが全部で在庫の一覧ということで、このシートは、これはだから仕入れたものの管理、
そして売れたものの管理とか出品中の管理とかそういうのはどういうふうに分けてるんですか。はい、出品中のものに関しては在庫一覧、はい、このまま、はい、うんうんうん、になってます。まあ、これは在庫一覧ってことね。つまり仕入れたもののはい、いついくらで買ったかっていうのを管理するページってことですね、うん、はい、仕入れたもの出品したものはここ、はい、そしてじゃあ売れたものはどう管理するんですか、はい、なんか見せられなかったら言葉でもいいです。ああ、ですね、売れた場合は販売済みっていうタグを別に作ってまして、はい、売れたものは売れたもので、はい、まあ、お金になったものはそれで管理してるってことですね。そうですね、在庫管理とお金になったものを管理する、はい、そういうことですね、はいはい、売れた方のものっていうのはどういう項目があるんですか。はい、例えばこのさっきご紹介した2018年のライオンのピンカ、はい、これが売れたとしたら、はい、コピーして、うん、販売済みの方のタブを選択してここに貼り付けます。はい、でそうすると移動するんですね、はい、でこっちのじゃあ在庫の方は消すの。消します。もう在庫ではなくて売れたので在庫からなくなります、はい、ってことですね、はい、合区落札日が新たにこう入力しなきゃいけないところで、例えば今日だったら2月24日入れて、はい、まあ、1万5000とか入れたら1万です。うん、で送料が仮に700円だとしたら、うん、あとこの灰色の背景が灰色のセルはもう自動で入力されるので手入力しないですよっていうの。消費税 10% っていう項目がこの I 列なんですけど、うん、これが仕入れ値の 10%、はい、9800円のおよそ 10%、まあ、それがかかってくるので、はい、ありますと、はい、でフォーク手数料っていうのが次 J 列にあるんですが、うん、これが売れた金額1万、この場合で言えば1万5000円の 8.8% が1320円ですよっていうところで自動で計算されて入力されてます、うんうん、でこの最後の粗利円っていうところが、うん、1万5000円でヤフオクで売れた金額からもろもろの手数料とか消費税を引いて残った金額ですね、うん、なるほど。ヤフオクでかかる例えば注目のオークションとか、はい、そういうのは項目足しても良さそうじゃないですか。そうですね、それ足してなかったですね、うん、見てくださった皆さんも、うん、僕のノウハウでは結構注目のオークション使うんですよね。なるべく抑えながら使うやり方ですけど、うん、注目のオークションいくらとかね、ここまで正確に出してくれてるんだったらね、うん、最初のうちはそれ加えて、うん、ヤフオクオプション料金みたいなのも加えると、はい、より正確に多分出ますよね、うん、だから実際は利益がもうちょっと少ないはずなのよ皆さん、うん、そういうのが抜けちゃってるとね。確かに、はい、落札手数料はあったもんね、ヤフオク手数料ね、はい、だから多分それだけかな。あとは月々の500円ぐらいのやつ、ヤフオク1月にプレミアムの、うんうん、はい、これ1個ずつかかるわけではないから、はい、まあ、そういうのもかかってるよっていうのは、まあ、それは知っとけばいいかな別にね、うん、500円引きゃいいから。そうですね、経費としてね、同感とかもですもんね。そうするそうだね、そう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 、他にも月々かかる Wi-Fi とかいろいろあるかもしれない。そういうのまで考えなくてね。確かに、なのでこういう項目が必要になるか、うん、もう一回ちょっとこの売れたものの管理の項目をちょっと順番にいいですか、はい、あ、利益率良かったですかね。あ、利益率もごめんなさい言いましょう、はい、です、うん、利益率っていうのはですね、粗利の2162円割ることのヤフオクで売った金額、うん、パーセント表示で、まあ、14% の利益率ですよっていうような風に目指します、うん、僕はこれ目標として 30% ぐらいになったらいいなっていうのは。 30% 目指したいけど、これ今 14% ですよね、はい、スタート時 10% から 15% ぐらいの人が多いですね。なぜかというと利益率が高いのってやっぱりライバルが少ない、もしくは存在する数が少ない商品になってくるんですよね、うん、そこは最初どれがそういうものかっていうのが見つかり見分けにくいし、出会うチャンスを、まあ、しばらく逃し続けることになると思うんですよね。実際は出てきてんだけど判断が遅いから買われてしまうとか、それはもうしょうがないことなんですよ。初心者はこのジャンルに関しては何でも知ってるって人がいたら、パッと見た時にあれば、まあ、その人がパッと買っちゃうわけですから、彼らに勝てるのは運がいいか手数を増やすか、もっと自分が知った時になってくるから、 10% 出てればスタート時は僕いいかなとは思いますね。で先輩たち、はい、まあ、森沢さんとかね、そういうスペシャルじゃない先輩たちね、うん、100万円ぐらいとかぐらいの人たちは、うん、まあ、やっぱ 30% とか以上ではあるかなって感じがしますね、うん、はい、50% ぐらいの人が多いような気がする、お話聞いてると、うん、はい、売り焦らなくていい状況までいけたら現金的にもっと高く売ってるっていうのも多分ありますでしょう、今仕入れたものであっても、うん、なので、まあ、最初は 15%、まあ、次 20% 目指すみたいのでやって、卒業までには 30% 持ってきたいですね、うん、同じものの売る値段を上げるっていうよりは、高く売れてるものを仕入れられるようにするっていう感じ、うんうん、はい、
が正しいと思います。はい、はい、では、項目の方をまた商品名からですか。そうですね、一応項目をこの青いのを動かしながら、はい、読んでもらっていいですか。はい、B 列の商品名が、はい、eBay で仕入れた時の商品のタイトルを入力しています、うんうん、仕入れ先、まあ、これは先ほどと同じで、まあ、eBay の場合は空欄、まあ、それ以外の場合はアドレスとかメールアドレスとかを記入しています、うんうん、で購入日については、はい、仕入れた日ですね、はい、クレジットカードの明細の日を入力しています、うん、で仕入れ値はクレジットカードに記載される明細ですね、明細の金額を入力しています。日本円で記載しているってことですね、はいはい、ヤフオク落札日っていうのが、はい、これが落札された日付になります、はいはい、ヤフオク落札日ってことは、売った日ってこと、売った日 ですよね、はい、入金日はこれより後になることがやっぱ多いですね、はいはい、でヤフオク売り値、うん、これがヤフオク上で売れた金額です、はい、ヤフオクの送料っていうのが、はい、この場合私は送料自分が負担しているので、うん、まあ、700円、まあ、手数料ということでかかるので、まあ、記入してます。700円からまあ高い時は、ね、発送方法とかによってはそこは変わるってことですね、はい、そうですね、はいはい、700円だったり1200円だったりとか、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、もうちょっとせっかくこうプレイヤーが来てくださってるから、先輩がね、先輩というか、まあ、ヒデ君もまだ始めたばっかですけど彼がどうやってるかっていうのもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですよ、まあ、やってること正しいと思うんですけど、はい、お勉強するじゃないですか、はい、まあ、コインじゃなくても一緒ですよ。コインじゃない時も同じことやってましたよね、多分ね。気になることをどういうふうに保存していくかっていう、その例えばこれあったら買いたいなってコインをどう保存するか、いつも探してるってコインが増えれば増えるほどそのうちの何かが見つかる可能性も増えるじゃないですか、うん、まあこれ今コインって言っちゃったけど、商品が増えれば増えるほど今見つかる可能性が増えてくると思うんですね。知ってるものが増えるほど、その知ってるものもしくは気になるものっていうのはどういうふうに管理してるんですか。僕は、ね、ちょうどあるんですけど、うん、こんな感じで手書きでノートに書いてます。実は僕もその方式で、途中でやっぱ一回 Excel で管理したりしてたんですよ、このキーワードを書いてとか、うん、でも結構乱雑になるから商品名だけじゃなくなってきたりとかして、うん、なのでそこはそこで資料としては僕取ってあるけど、まあ、今はもうこういうサイズの、これはまあスケジュール帳ですけど、同じサイズのメモ帳、まあ、めんどくさいな、取るのがめんどくさいなメモ帳を持ってて、そこにね、まあ、気になることとか、まあ、メルマガとかも書きますし、この台本を書いたりする時のこういうことを言いたいなとかっていうのをメモしたりとかね、秀君にこういうことを教えなきゃとメモしたりとか、スケジュール以外のことを書くノートをもう一冊持ち歩いてるんですけど、なので僕も今は手書きで残してる感じにはなりますね。で、わかんない、ちょっと世代的なこととかわかんないけど、僕はね、書かないと覚えられないのよ、もう頭が。全くの通り、僕も本当にパソコンは調べるのは好きですよ、調べるのはいいし簡単だからいいけど、やっぱ覚えようと思うと書かないと覚えられない世代というかね、もうおじさんなんで、僕はそうやってるって感じですね、あと何かな、なんかちょっと聞きたかったこととかあるんですけど、例えばどうしてもね、あの自分は望んでないかったけど、もう仕方なくキャンセルになっちゃう時とかあり得るじゃないですか、はいはいはい、もしじゃあこれがキャンセルになったら、これを在庫の方に戻すみたいな感じですか。そうですね、はい、かかってくる費用としては手数料の1320円と、また送料は、まあ、絶対僕の負担になると思うので、うん、それ以外をゼロにして、はいはいはい、それ以外をゼロにして向こうに戻すって、ね、そうですね、在庫の方に戻す、はい、そこに足す、はいはい、で一応分かるよう、何かあった時のため分かるように色変えて、なんか返品とか書いておきますね。でヤフオク上であれも消さないとダメよね、はい、取引を。なるほど、キャンセルとか相手の評価悪いがね、相手に2つついちゃうんだけど、相手都合のキャンセルだったら、相手を取り消すっていうのをやんないと、ヤフオク手数料も取られちゃうから。入金前のキャンセルの話だった。入金後でもお金は返してあげて、お金は返して、評価は特に評価もしないと落札手数料は取られちゃいますよ。評価は関係ないんじゃないですか。評価はしないで、評価はしないけど相手都合でキャンセルしたら相手に非常に悪いの評価が2つきます。ああ、ヤフオクのシステム上のキャンセルです。そうヤフオクのシステム上のキャンセルっていうか、取引成立しているように見えちゃうじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱりごめんなさい、どうしてもちょっとお金がなくなっちゃったんでキャンセルしますって言った時、うん、でこのタイミング、今ヒデ君が言ってるのはお金来た後か来る前かってことなんですが、うん、来る前だったら単純に分かりました、じゃあちょっとそちらの都合でキャンセルってなりますから、非常に悪いが2つついちゃうんですけどお許しください、で、まあ、許しもらってキャンセル、うん、キャンセルじゃない、削除、落札削除ですね。そう、はい、そうすると、まあ、勝手に非常に悪いが相手ですから、はい、でこっちは落札手数料取られない、
っていう感じ、うん、お金振り込まれた後は落札手数料を頂戴しないといけないですね。落札手数料はもう取られてることになってますから、はいはい、まあ、ちょっとここら辺なんか複雑だから、うん、あのまあ、とにかくまあ削除しなきゃいけないってこと、うん、案件を削除しないとお金を取られてしまうってことですね、はいはい、じゃあありがとうございました、はい、まあ、これすごく分かりやすくていいなとは思いました。ちょっとここのね、この合計のとこちょっと青くやってもらっていいですか。合計、そうそうそう、ここの列とかはもっとずっと下に行くってことですよね。そうですね、他にもいっぱい仕入れたらね、はい、本当はこの列がずっと続いてて、例えば30個仕入れたら30ぐらい下になるってことですね。そうですね、これがね、バーってね、バーってやって、そう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 っていうことですね、はい、さっきの在庫管理の方もそう、それから売れたもの管理の方もそうですね、うん、はい、正直このエクセルでの管理が苦手っていう人とかいるかもしれないけど、覚えるのがね一番いいとは僕は思いますよ。 YouTube でもねこの紹介してくれてる人いっぱいいるから、うん、覚えるのが一番いいとは思いますけど、何を管理してるかさえ分かってくれれば別に紙で管理でも全然いいですよ、うん、昔の人は別にエクセルなんか使ってないから帳簿とかつけてたわけだから、うん、別にそれでも全然いいです。管理ソフトも無料で多分ありますよね、こういうのってね。ああの、はい、ヤフオク専用じゃないかもしれないけど、項目さえ理解してれば同じことができるとは思います。これヒデ君の意見でいいですけど、これを管理する意味、まあ、重要性とかありますか。利益が出てるか出てないのかわからないっていうのがぱっと見わかるよね。これ、あ、これはわかります、はい、これをやらないとわからないので、そうすると生活できるかできないかも変わってきちゃうんで、まあ大人ですからね。僕始めた時はやっぱちょっと子供だったから、子供っていうかまあ20歳そこそこだったからそんなこと考えてなかったね。大人の人はちゃんとやった方がやっぱりいいですよね。 eBay 輸出やってて、うん、あの消費税還付って 10% の消費税が還元されるんですけど、それ管理してないと申請すらできないんですよ、ね、そもそも、うん、なのでやらないといけない。 eBay 輸出って必ず、うん、いやまあ eBay 輸出だけじゃなくて eBay にも確定申告とかしなきゃいけないから、そう、絶対やんなきゃいけないんだけど、はい、こんな感じで特にこの項目を理解していただけたらいいなと思いますね、うん、ありがとうございました、はい、まあ、こんな感じでまあヒデクは管理してくださってると、はい、で全く同じようにしてもらう必要はないんですけど、今日の項目とか結構比較的シンプルだと思うんですよ。もっとねいろいろ管理してる人はいる。例えば日本語での出品タイトルとかそういうのも入れてる人もいるし、写真まで入れてる人もいますよね。勉強したこともここに混ぜ込もうとする人なんかもいる。写真とかも撮っとかないと、例えば eBay とかヤフオクの URL 撮っといても見れなくなるじゃないですか、はいはいはい、っていう制度ねなんかも言いましたかね、うん、最初に言いましたけど、まあ、やってる物販の手法なんかによってもどういうやり方が最適かって多分変わってくるので、ご自身に合うやり方を見つけていただければと思います、まあ、僕がどんな考えでやってるか、それからヒデ君がねどんな感じでやってるかっていうのを見ていただけて、まあ、理解いただけたかなと僕思ってるんですけど、ご自身で管理するときこれもどうすればよいか理解していただけたかなと思います。仕入れ出品の管理をするって面倒ではあるんですけど、まあ、やらないと逆にねもっと面倒なことになりかねないから、結局は慣れの問題なんで、絶対に最初からきちんとねやった方がいいと思います。物販の一部だと思ってね、うん、やっていただいた方がいいかなと思います。物販が拡大していろいろな商品を扱ったり、仕入れ額がね大きくなってから付け始めるのはね想像以上に大変です、ぶっちゃけね。で僕のビジネスは特に同じ商品、一つしかない商品を何百個何千個売るっていうビジネスではないから、よりたくさんの商品、違う個体をいっぱい扱うようなビジネスなんで、エクセル難しいって人はノートでもいいので、まあ、これちゃんとねつけてった方がいいですね。把握しやすいですよ、まあ、仕入れの計画、販売の計画、資金管理とかね、もろもろねやっぱり全然やりやすくなるんですよ。結果として売上や利益の拡大もしやすくなります、うん、稼ぎたいなら避けて通れない道だと思ってしっかりね始めていただければと思います、まあ、今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。eBay から輸入して販売する方法に関しては概要欄から LINE に登録していただくと無料のマニュアルプレゼントの案内がありますので、興味がある方はぜひご覧ください。そして今回はなんとヒデ君が今回自分で作ったこのスプレッドシートって言いますけど、うん、Mac じゃなくても使えるんでしたっけ？あ、はい、Google の、はい、じゃあ互換性もあるものなので、うん、URL をね概要欄に貼っておくようにしますから、なんと使っていただけますと、うん、もちろんねちょっと数式とか入れてくださってるから初心者の方ね、お年寄りなんかがもう使ったことない、パソコン使ったことがないっていうのをこれ作るの大変かもしれないって、うん、ヒデ君の方から言ってくれたらヒデ君がこれをまあくれるということなので、これ自分流に改良はしてくださいね。全く同じことやってる人じゃない限り全く同じので大丈夫っていうわけじゃないかもしれないから、
物販のね最新の情報とか無料のウェブセミナーの案内も配信してますから、物販で稼ぎたいって人はぜひ登録お願いします。僕はね多分今ねちょうどやってるんですよ。もうヘロヘロになりながらやってるんですけど、締め切るんでね、僕のコインのビジネスのセミナーとかはね、うん、ある時こう締め切ってしまうので、まあ、ちょっと今は空いてますから、ぜひ見てみてください。今回見てくださってどうもありがとうございました。ヒデ君どうもありがとうございました。ありがとうございます。